K-TUNES チャレンジカップ坂口瀬名からの挑戦状レース3。イエーイ。今回最後のレース、そうですね、なりますね、はいはい。場所は、スパフランコルシャン、はい、非常にあの長いコースですけど、はい、僕走ったことないんですけど、リアルでリアルで僕はあの24時間レースとか、はい、何度も走りましたけど、はい、非常にハイスピードのテクニカルコースで、まあ、有名なオールージュっていう、ね、そうですね、はい、壁に向かって走るような、うん、ちょっと戦略が必要になってくるような、そうですね、あのタイヤの方もミディアムタイヤとハードタイヤと両方履けるような、うん、レースになってますので、うん、ちなみにあのセナ君はどういう戦略を、最初はミディアムスタートをして持ち具合によって2スティント目のタイヤを最後ハードを履くのかっていうところを今まだ悩んでるところです、ね、まあ、そういうふうにまだ迷ってるって言ってるけど、はい、まあ、はっきり戦略を今決めていただきたい。いや、待って待って、もうレースの展開とかありますから、そういうなんか姑息な隠すとか考え方を変えるとかやめてもらいたい。いやいや、あ、挑戦者側ですもんね。挑戦者側だから。じゃあもうここはあえて何も僕は言いません。そう、そういう戦略で来る。さあ、うちらの挑戦者たちの包囲網は今回もアグレッシブな選手たちがいっぱいいますから。はい。それではレース3始めたいと思います。K-TUNES チャレンジカップ予選始まりました。今はスパフランコルシャンは全部クローズドサーキットになっちゃいましたけど、バスストップ試験員の手前の高速コーナー2つから昔は一般道のサーキットでかなりハイスピードで走ってくるコース、この1コーナーかなりタイトで、昔はあの外の縁石から外側を走ってたんですけどね。そしてオールージュに向かいます。ここの速度の乗りがストレートエンドのスピードに影響する大切なコーナーです。なかなかうまくいったんじゃないですか、セナ選手。セナ2分16秒775現在2番手。なかなかじゃない。めっちゃ決まりましたね、今の瞬間。いや、早いな。言ってるね。岡村さんか、岡村さん。チーさんもね、自己ベストでセクワン来てたけど。早い。お、早い。あ、やられたね。ちょっと負けた。コバさん、16秒754。16秒台が4人、17秒台が3人。これはあの、セナ選手が心配してたハードスタートの人がいそうじゃないの。これいますね。ポルシェの2台がハードスタートを選んでます ね。5位6位で意味ありげですね。ちょっと戦略的に分からんよね。レース3、レースが始まります。今回ローリングスタートですね。はい。うわ、ここから始まるの。一定の間隔でスタートしました。さあ、13周の戦いですけど、まあ、さっきのポルシェ2台がね、 M 農場さんと SRVX さんが硬いタイヤを履いてるので、どういう戦略で来るのか。トップの岡村さん、いいペースで走ってますね。あ、けどセナも離されずに、ちょっと燃費を気にしながらタイヤも気にしながらなんで、ちょっと難しいですね。おお、燃費も気にして走ってる。はい。やっぱスパ長いね。まだ3周だもんね。長いっすね。結構。真後ろに迫ってる小馬さん。岡村さん必死で逃げてるけど。あ、このブレーキングで刺されるか。あ、ちょっと苦しそう。あ、ピット入った。トップ、岡村さん、ピット入りました。セナは入った。はい、セナも入った。ミディアムからミディアムでいきます。岡村さん、ミディアム、ミディアム、ミディアムだね。
そうですかね。セナもミディアムミディアム半分で切ったね。はい、非常に単純な戦略だったね。あれだけ考えてると言ったくせにちょっとできなかったですね、攻めたのは。さあ、コバさんピット入った。そうだよな、そこで入るしかないよな。農女さんも入った。さあ、おお、すごい。野上さん、コバさんの前で出たね。ただ後ろはコバさんミディアムタイヤだからね。野上さんもミディアムタイヤに変えた。おー、ここのバトルはなかなかね。さあ、まだ今トップを走ってるポルシェ SRVX さんはまだピット入ってない。岡野さんがピット入った中ではトップ。おー、すげー、インさした。おー、いったねー、すげーな。タイサン・ユンケル・ポルシェやんか。まあ、けど22秒台、これでピット入るのタイミングだよね。おー、いにがいよー、いにがる。おー、3台。おー、あー、おー、ナイス、抑えたね、すごい。セナ苦しい。厳しいですね。ちょっとコバさんも抜きや、お抜くわ。このコバさんクソと思ってるよな、きっと。おお、これはもうしょう。ここはちょっと、ここはなかなか。おお、強引取られるぞ。いやー。ナイスバトル、最高。もうけど SRVX さんは引っ張ってるけど燃費走行してんのかね、これ。ピット入らないパターン。ちょっとペース的には後ろとの差が大きいな。もう抜いた。岡本さん、これはちょっといいところで抜いたね。ちょっとこれ2番手の SRVX さんはちょっと追い上げるのは厳しい。後ろの野上さんがやっぱり迫ってるから。あ、野上さんペナルティー。とりあえずインを刺す。2番手に浮上。まあけどちょっと辛いね。後ろのコバさんに我慢できるか。おー、抜いた。あー、さすがにやっぱ苦しいか。コバさん3位に浮上。おー、坂口選手なんとか抜かないでもらいたい。頑張って SRVX さん。あー、苦しいか、タイヤだ。苦しいよね。ほら、トップのワンツーがテールツーノーズよ。おー、そこそんな行く。トップ変わったか。野上さんいいペースで走ってるもんな。このペナルティはいつ消化するの、これ。どっかで 1.4 秒分減速すればいいの。
じゃあその分ちぎってから減速するんだろうね。けど 1.4 秒って結構でかいよ。ファイナルラップだもんこれ。どこでやるのそれ。あ、けど小馬さんが追いついてる、追いついてる。あー1点、あーこれは消化した。あーなんか戦略勝ちだね。あー小馬さんが抜いた、すごい。あすごい、へー瀬名君惜しかった。厳しい。野城さんって2回目のハードで行って途中で2ステント目ミディアムですか。ミディアム、あーまあそれ良かったんでしょうね。いやー難しい。すごいいいレースだった。レース3、終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。優勝された、野城さんおめでとうございます。おめでとうございます。戦略勝ちって言っていいんですかね。です ね、まあ、かつレースペースが非常に速かったので、かったもう隙はなかったですね一切ね、はい。まあ、残念なのは坂口選手 K-Tunes レーシングとしては、はい、もう少し違う戦略を取ってもらえたらなとすいません、ね、あんだけ戦略戦略言っておいてまさかの超オーソドックス な何のひねりもない戦略をしてしまうという、はい。まあ、リアルの方ではエンジニアさんがいるんで、まあそうですね、戦略はね関係ないから言われた通りで走るだけですね、はい、僕の専門外だったんで、そうですね、ちょっとお許しいただけたらと。今度はK-Tunesレーシングとしてはそういった戦略の人をねつけてエンジニアさんをこっちにもつけて、はい、つけましょう、はい、それでちょっと皆さんに挑まないと。そうですね、勝てないなと、はい、こんなにe スポーツが面白い戦いになるなんて想像してなかったんで、はい、本当にいい体験をさせてもらいました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。